皆様こんにちは。政治エンターティメントニュースに関するジャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。女優の吉岡里帆が話題だ。ドンベイの公式サイト上で公開されているドンギツネの写真集が、可愛すぎる、狂ってるなどと大きな反響を呼んで写真、セクシーな姿で登場する。 吉岡里穂吉岡扮する、ドンギツネと星野源でおなじみの日清食品、ドンベイの CM だが、公式。ドンギツネファースト写真集として吉岡、ドンギツネのスライド式画像集を公開している。その写真集は、キツネ耳をつけた、ドンギツネをストーリー仕立てで描写し、僕のそばに、君がいるとのコピーで始まる一枚目は、テーブルの上で、両手で頬を支えた。 吉岡の姿が滑車されている。これは夢その卵で僕の頭をコツンと叩いてくれないかとのコピーに合わせて卵で右目を隠した吉岡その時落ちたのは僕だったの文言とともにどんべいに卵を割って入れようとする吉岡の姿が次々に登場する。続けて年末モードでする吉岡どんぎつねが着物姿で登場。僕の ドンリツネへのあふれる墓上が綴られていく中で、吉岡はキュートな表情や仕草を見せている。この、ファースト写真集がネット上で、大きな反響を読むツイッターには、吉岡里穂写真集、公式が本気すぎる、ドンベイ公式サイトが、吉岡里穂との妄想全開な件について、www、公式機が狂っとるや、 わからなくもないけど狂っとるやん、などと大公式サイトの力の入れ具合に衝撃が広がっている。星野との CM でも新作が出るたび、可愛いと評判を集める吉岡、ドンギツネ。彼女にフォーカスした、今回の写真集の登場は、新たな話題の的になっているようだ。ファンからは、ドンベイの吉岡里穂が可愛すぎる剣。ドンギツネさん写真集が可愛くて、全詞が泣いた。 どんべい、ファースト写真集なるものがあり読み、胸が苦しくなった。胸が、キュッとなる。どうしてくれるなどの声が上がり、吉岡、どんキつに釘付きになっている。